そうだ、それでいい。まだ行く必要はない。また会えたな、スネーク。全ては年寄りたちが始めたこと、元凶となった全ては閉ざされ、過ちの時代は終わった。最後に残されたこの私も、もうすぐ終わる。なぜ生きてるんだ。銅でリギッドに燃やされたのは私ではない。あれはソリダスと呼ばれた複製だ。ソリダスは私の完全なるクローン、ゼロと、そしてゼロが残した代理 AI はソリダスを完全に私だと信じた。私は体内にナノマシンを埋め込まれ、代理 AI ジョン・ドーに強制的に昏睡状態を保たされていた。肉体的な意味だけでなく、私の意志は完全に幽閉されていたのだ。お前が遭遇した BB たちを拘束していた者とも通じる技術だ。私が目覚めるためには何としてもシステムを破壊する必要があったのだ。 AI であるジョン・ドーの破壊と人間であるゼロの死、私の覚醒と愛国者たちの終焉、それがオセロットとエヴァの目的だった。GW にウイルスが流し込まれる直前、 GW の実体化によってのみジョン・ドーへの道が開かれた。そこでこの男、ゼロの居場所を知ることができた。私にとって、そして彼らに、ナオミにとって、それこそが重要だった。彼らはそのために大掛かりな計画を実行した。エヴァは私の体を奴らから奪った。
足らない部品をソリダスやリギッドからかき集め、私の体を再生した。オセロットはシステムの目を欺くため、ナノマシンとサイコセラピーによって自らの精神にリギッドの人格を移植。自己暗示をかけ、リギッドの精神的なドッペルゲンガーとなった。ナノマシンや情報統制、遺伝子統制を突き詰めたところで、人を自由に操ることなど、ましてや人が他人に完全になりきるなど不可能だ。だが、ある環境下で役割を担わせて、特定の人格のふりをすることはできる。猫は蛇への擬態を好むものだ。ゼロ。すべてはこの男から始まったのだ。ゼロは年老いて、愛国者たちはもはや実体のない組織が運営している。実体のない組織。代理人はゼロが生み出した巨大な循環の一部に過ぎない。軍産複合体を形成する各企業や営利団体、研究機関、それらは資金源となる口座から代理人の算術分配によって自動的に振り込まれた予算で活動を行っていた。兵器研究開発、投資、資産運用、市場開拓を含む人もシステムも企業も、それらを保護する法律でさえ、そして政治も経済も非常に画一的なシステムの上を反復していたに過ぎない。誰もそれが仕組まれたこと、それが単なる規範だとは気づかなかったろう。極めて単純化された規範という神経回路の集団、それが愛国者たちだった。意思や変革のない普遍性、それが愛国者たちの正体だった。しかし、ある時その規範は単一分裂をやめ、突然変異を起こし始めた。生命の誕生と言ってもいいだろう。戦争という新たな生殖方法を手にしたのだ。統一国家として計画されていた規範は、急速に戦争というビジネス、戦争経済へと傾倒していった。戦場浄化という政治的な大義が触媒にもなった。それはもはやゼロの意思でもなく、誰の意思でもなかった。まさにゼロの意思を継ぐ代理人である規範が、生殖を経て初めて命を持った瞬間だ。そもそもゼロが目指したのは、ザ・ボスの意思を継ぐ統一国家、内なる世界を確立することだった。しかし、彼の意思は引き継がれることはなかった。やがてジョン・ドーは、気ままに増殖し続ける時代そのものに変わった。時代は国家より経済行為を選択した。産業革命以来のデジタル革新を手に一人歩きした時代は、いびつな経済革命を、戦場革命を生み、質量のない新たな世界体系を創出した。そこにはイデオロギーも主義も理想も、ハマツさえザ・ボスが固執した忠さえもない。それが戦争経済、それこそゼロの思いもよらなかった誤算だったに違いない。
米国のシステムが崩壊した今、愛国者たちが築き上げた社会も白紙に返った。全ての発端はこの男だ。この男が世界を破滅に導いた。しかし今はそのことすら分かっていない。あれほど憎み合った私たちが再会して感じたのは、懐かしさと深い哀れみだ。不思議なことに憎しみは湧いてこなかった。そもそもゼロは私が憎かったのか。いや、恐れていたのか。それを聞くことすらできない。創設時のメンバーであるパラメディック、シギント、エヴァ、オセロットはこの世を去った。残るはゼロ一人。全てには始まりがある。始まりは一ではない。そのはるか以前のカオス。世界はゼロから生まれる。ゼロが一に変わる瞬間、世界が動き出す。一は二になり、やがて十になり、百になる。すべてを一に戻しても解決はしない。そうだ、ゼロを消さない限り、一はまたいずれ百に復活する。ゼロの抹殺、それが私たちの目的だった。強大な愛国者たちも、元はたった一人の人間、たった一人の欲望、それが肥大化してテクノロジーを吸収し、経済を操作し、いつしか怪物となった。私たちはゼロを十にする手助けをした。私たちにも罪はある。だからこそ自らの手でゼロを生み返すのだ。あんたも無に帰るのか。私も三度お前によって抹殺されることになる。ゼロがお前に仕込んだフォックスダイがすでに私の体を蝕み始めているはずだ。実は
エヴァも、そしてオセロットも、お前のホックス台で殺されたのだ。何？ナオミがそれを教えてくれた。どうした？お前は私を殺すために再度利用された。愛国者たち、いや代理人は私たちを葬るため、再び同じことを繰り返した。所詮プログラムだ。同じことを繰り返すしか脳がない。すまんがな、私を彼女のところまで連れてってくれ。もう一つ、ナオミから報告がある。お前の体内で変異を遂げたかつてのホックス大のことだ。新たなホックス大がお前の体内で増殖を続けている。これは同時に古い変異型の増殖を妨げることとなった。変異型は新たなホックス大に苗床を奪われた。ナオミの経過観察で変異型の減少が確認された。時期滅び去ることになるだろう。ということは変異型は発症しない。変異型がお前より長生きすることはない。だが何事も全ては再び繰り返す。新たなフォックス大もいつか変異を起こし、新たなる脅威となるはずだ。それまでお前が生きてればの話だが、俺は死ぬのか。問いは誰にでも来る。止めることも逃げることもできない。これは告知だ。余命を戦い以外に使え。私はお前を息子だと思ったことはない。しかし一人の戦士として、一人の男として尊敬している。あの時の私がお前だったら、あんな過ちは起こさなかったかもしれない。私はボスをこの手で殺した時からすでに死んでいた。
ボス、あんたが正しかった。世界を変えることではなく、ありのままの世界を残すために最善を尽くすこと、他者の意思を尊重し、そして自らの意思を信じること、それがあんたの意思だった。やっとあの時の行動の意味、あなたの、あんたの勇気の真実が分かった。最後の火種が消える。これで元凶は全て消えることになる。悪しき発端がゼロに帰った後、新たな未来である一が生まれるはずだ。その新しい世界を蛇としてではなく、人として生きろ。ゼロもリギッドやソリダスたちも自由を求めて血生臭い戦いを続けてきた。国家、組織、規範、時代からの脱却。しかしそれらはどこまで行っても内なる囲われた自由、リバティでしかなかった。私はボスとは違う生き方を選んだとはいえ、所詮は同じリバティという囲いの中でのこと。に与えられたのはフリーダム、外へ向けた自由だ。ゲームや世相に翻弄されることもない。もう運命に縛られる必要はない。お前はもはや戦争の火種ではない。その目で、
外の世界を見ろ。その体も、その心も、お前のものだ。私たちの言葉忘れて、自分のために生きろ。ボス、ヘリは一人で、いや、ヘビはもういらない。待てよ、スネーク。忘れ物だ。いや、タバコはやめた。スネーク。健康に悪い。一体どこに行くつもりだ。僕らの戦いは終わったんだ。もう僕たちがすべきことはない。いや、まだやり残したことがある。見届けることだ。この先時代がどう進むかを。わかった。それじゃあ僕も一緒に行く。俺はもうすぐ死ぬ。付き合う必要はない。前に言ったよね。スネークは内なるものを次の世代に伝えることができない。遺伝子もミームも人工的に作られたビーストだから。そうだ、俺は青いバラなんだ。美女と野獣のようなハッピーエンドはありえない。俺は自分の姿を、野獣の余命を晒し続けるしかない。この時代の内なる影として。ああ、だから僕が必要なんだ。目撃者がね。目撃者？そうさ、スネークの最後に立ち会う外からの目撃者さ。僕がそれを後世に伝える。ま、僕だけじゃないけどね、目撃者は。僕が君のすべてを記憶する。僕がスネークを見守る。オタコン。僕一人じゃサニーの目玉焼きは辛いからね。みんな早く、焼けたよ。美味しそう。太陽みたい。
はまた昇る。